さんこんにちは。いつも動画見てくれてありがとうございます。今日はちょっとお知らせと、あとはお知らせだけだとつまらないと思うので、平日ランチの様子も少しだけ。行ったのはニューヨークニューヨークさんという堺にあるラーメン屋さんと、あとはあのコーテンさんという中華屋さん行ってます。さて本題、最近ちょっと動画少ないかなっていうところなんですけど、実はあの先週和歌山に釣りに行ってたのと、あともう一つ病気になりまして、原因が今わからないんですけど、歯と顎がすごい激痛なんです。歯医者さんに行っても原因がわからず、歯医者さんから紹介状書いてもらって大学病院行ってもわからず、ちょっとお仕事をお休みして様子を見ながら治療に専念してます。もう食べることが大好きなのに食べるのもままならなくって、なんかとっても気分は沈んでます。ずっと痛いわけじゃなくって、突然痛みが来てから4、5分ですかね、はもだえてるような感じです。そのもだえが終わったらまた引いてくんですけど、もだえてる時間が永遠に感じるぐらい長い。もうほんと歯引っこ抜いて治るんだったら引っこ抜いてもらいちゃいたいって思うぐらい、なんとか今すぐ助けてほしいと思うぐらい実は痛いんです。今録音してる時はそんなに痛くないんですよ、落ち着いてるので。何がダメなのかっていうと、柔らかいパン噛んだりお粥食べるのもちょっとなんかダメ、咀嚼するのがちょっとダメみたいです。こんなつけ麺食べたいなって本当に今見ながら思ってます。逆にいけるのはお水やお茶みたいなサラサラした飲み物は OK、 でも飲むヨーグルトみたいなのはコンディションによります。あ、酢豚に切り替わりましたね。このコーテンさん、いつもエビのピリ辛っていうの頼むんですけど、この日はちょっと他の人に釣られて酢豚、めっちゃ美味しかったですよ。もう行ってみてください。栄東の駅から歩けるところにあります。で、歯の話っていうか、もう最初親知らずだと思ったんですよね。でも親知らずじゃないそうで、っていうかもう歯科的な要因があまり見つからないって言われて、顎関節症を疑われ、三叉神経痛っていうのも疑われ、でも原因がわからないっていうところで、原因がわかるまでちょっとまだ時間はかかると思うんですけど、痛み止めと仲良くしながら布団の上で自分の過去動画振り返ったり、いろんな YouTuber さんの動画見たりして、もうゴロゴロしてます。歩くのもしんどいので、とりあえず早く治してまたお散歩再開できたらいいなって思います。ちなみになんですけど、図らずもこのせいでちょこっと痩せることができました。辛いけどそれだけは良かったかなって思います。これからも動画続けていこうと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。実は今妹ちゃんに頼んで東京の様子も撮ってもらってるんで、次回はそれアップしようかなと思います。どうぞよろしくね。